シムネルケーキは、イギリスやアイルランドで、レント期間の中頃やイースターに供されるケーキである。ドライフルーツを、たくさん入れて円形に焼き、切り分けて食べる。クリスマスケーキと似ているが、一般的に上部に、イエスの十二弟子のうちユダを除いた十一弟子を、象徴するという十一個の突起を配置するのが、特徴である。シムネルケーキの語源は、ラテン語のシモラという説や、 ランバート・シムネルから来ているなど小説がある。シムネルケーキの飾り付けの例。ヒヨコは、イースターの象徴である卵を連想させる。ケーキウアツラの飾り付けは、アーモンド粉を練ったマジバンの団子を11個並べる。この飾り付けは、名イバイロンの料理書、ポット、ラッククッカリーに見られ、なぜそのデザインになったのか根拠が何も書かれていない、ことから、 さらに昔から伝わるスタイルの応用とも考えられる。レシピには、ベジタリアン向けとして紹介されるものもある。飾り付けの11という数字は、イエスの12で死の12から、ユダの分の1を除いた数字であり、最後の晩餐を象徴するとされる一方で、これはビクトリア朝以降の解釈であって、起源は明らかではないという説がある。それでも、BBC の女性向け番組に、 ゲスト出演した人気料理研究家メアリーベリーのように復活祭の行事職として定着したシムネルケーキの由来はかつて行気見習いに出された少女たちが里帰りを許されると実家の母親への手土産として雇い主の家で焼いたのが始まりという説は広く支持されている復活祭ではなく四純説の断食明けのご馳走の一つだったとする説もある 切り分けたところ、シムネルケーキは次の材料を使って焼き、口当たりは軽い。小麦粉、砂糖、バター、卵、香料、ドライフルーツ、生の柑橘類の加を及びその砂糖漬けを用いる。ケーキの生地あるいはアーモンドペーストの香り漬けに、オレンジ加水やブランデーを加える場合もある。現代のレシピでは、マジパンやアーモンドは、表面の装飾にとどまらず、 シート状に伸ばして、ケーキ生地の層と層を仕切るように敷く例もある。焼き時間は少なくとも90分かかることから、ケーキ型の内側にベーキングシートを20、30に敷く、またマジパンが焦げてしまわないように厚手の包装紙などで覆うというコツがある。ペストリー生地で覆い、装飾を施したシムネルケーキこのケーキは、中世にはすでに焼かれていたと考えられ、当時はパンの焼き方に習い。 生地を一度煮てから焼いたことが示唆されている。伝承によるとそれと関連して1745年から1930年代の間に編み出されたレシピであろうという説や、そのレシピではうまく焼けなかったと記しているのがサイモンとネリーというカップルで、生地を煮てから焼くのが正しいかどうか、ただ焼くのか、調理法を妥協した結果、今に伝わるレシピに落ち着いたとする説が最も一般的である。 ところがこのケーキには他にも逸話があり、イギリスとアイルランドの母の日と結びつけて語られたり、12世紀には若い女性が家事暴行に出されると、休暇に実家への手土産として焼かせてもらったとも伝わっている。しかしながらこの習慣は決して定着することはなく、20世紀後半には単にイースターのケーキとみなされている。シムネルという名前の由来はおそらくラテン語の上質の 小麦粉を意味するシモラから派生したと考えられる。ただし明白な根拠はなく、シムにしたパンに研究した12世紀の資料は、ラテン語の原義を引いて、最高に白いパンを意味すると理解されている。中世の哲学者、ジョン・オブ・ガーランドの解釈では、ローマ時代から伝わるデザートのプラセンタケーキと比較し、蜂蜜と月桂樹の葉で香り付けをしたパン生地を伸ばし、 チーズと交互に何層も重ねてから焼いたものをシムネルケーキの起源としている。伝承の中でランバート・シムネルがシムネルケーキの発案者だという説はよく広まっているし信憑性があるように感じてしまいがちだが前述のようにこの人物が生まれるおよそ200年前には文中にケーキの名前が記され、シムネルの物語を述べた書籍の出版も20年ほど遡る。 シムネルケーキの作り方や形は街によって異なり、ベリー、ディバイジズあるいはシュルーズベリーではそれぞれの特徴的なレシピで長年にわたり大量に焼いており、中でもシュルーズベリーの味付けは最も人気を集めている。この地方でもレシピの起源はランバーとシムネルに関係しているという伝承はよく耳にする。出版都市順ウェブサイトウェブサイト名の ABC 順。 ありがとうございます。